で、タイムラインがこれなのだよ。で、ここでね、コーラを。コーラの、コーラ事件。昨日さ、昨日だよ。昨日の昨日さ、昨日の昨日、なんか、体調悪くてもね、配信はね、やるしかねえでしょって思ってさ、なんか配信するつもり立たのにね、なんかね、配信する前にさ、今日めっちゃ頑張った、めっちゃ頑張ったんだよ。なんか、その感じでさ、自分のプレゼントをあげたいのでさ、久しぶりにね、コーラを買ったのだよ。ゼロのやつ、買ったんだけどさ、これねよ、おばへんねよ。今ね、これなんていう、爪がね、めちゃめちゃ短くてさ、爪がめちゃめちゃ短くてさ、おい、これよ、開けるのができないのだよ、これよ。これ、なんかね、これはさ、これって、こんな感じでしょ？で、ここにね、爪が入らないよ。ここにね、爪が入らないのでさ、これどうしよう。伸びたい伸びたいってガチャ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 しながらね、伸びたいね、なんてさ、これはね、これなんでよ、ご飯食べるこれあるじゃん。ご飯食べるこれよ。これでさ、ここ、ここ、こうして、開けれ開けれになってさ、これをね、これをなんか、そういうくらい、そういうくらい開けたときね、お箸かよ、お箸よ。お箸ね、そのくらい開けたときね、ここはね、ここはね、落ちてしまった、ここはね、うわっとしてさ、これがね、これは全部落ちてしまったよ。机の上がさ、全部コーラになってさ、その感じでさ、全部コーラになってよ。でもね、机の上に、我が輩ね、机の上にティッシュとかないのだよ。で、なぜないの？どうしようになってさ、どうしようって、ここにね、ちょっとショックでさ、ここにさ、ちょっとショックすぎてさ、な感じになんか5秒くらい。人生って、苦いだな。苦手だな、人生って。人生って、辛いだな。って、でも、ここでさ、もう何を考えるの、早くこれよ、掃除してよ、になってさ、トイレにめちゃめちゃ走ってさ、トイレにめちゃめちゃ走って、ティッシュもらって、ここを、ここにね、スズズ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 にして、これしながらね、なんかね、普通ならね、全然、なんだこれマジかよってよ、なんか怒ったけどね、なんか、なぜかわかんないけどね、なんか涙が出てよ。なんでよ。なんでよ、おはよう。そんなこといっぱいだよ。久しぶりにこんな形。自分にあげるプレゼントなのに、これ、全部落ちてしまったんだよ、こう。このコラがね、コップの中になんかそのコラやってよ。これ飲みながら、なんでやんになってよ。なんでやんになってよ。ここにさ、ちょっと、本当にね、なんか、涙いっぱい出てる。なんでよ。今日なんかおかしいんだねって思ったのだよ。今日なんかおかしいじゃないの？になってよ。今日は配信しちゃダメだって。お前らいっぱいボコボコしちゃうからね。今の状態ならね。休んでよ。そうそうそう。新居がね、降りちゃった。してよ。ここによ。冷蔵庫の、ここによ。これよ。ここによ。これ事件。昨日ね。なんかさ、ご飯食べようかなって思ってさ、冷蔵庫、お前がご飯を食べなかったりよ。冷蔵庫を開けたのだよ。開けてよ、なんか食べ物あるかなって、また閉めてよ。冷蔵庫みたいだけど、なんか大変だったのだよ。なんか、冷蔵庫って、もともと、そういう、
様子をしてるかな。いなでさ、ちょっと見たらね、そんな感じの冷蔵庫なんだけどさ、ここが上の場所で、下がね、もっと冷たくなる場所なんだけど、上で見たらね、ちょっとそんな感じでさ、ドアがさ、そんな感じになってさ、なんか、え？冷蔵庫ってさ、ドアがもともとそういう感じだったんか、になって、下をね、開けてみたらね、そうそう、冷蔵庫、ここがね、ちゃんと閉めなくてさ、ここがね、冬が来たぞ、冷蔵庫に。やばい、ほんとに。で、開けたらね、氷いっぱいでさ、ちょっと、喋るのができない。なんでになって、ポンポンポンしてなんだけど。そうなのだよ。天気だよ、もそうなんだしよ。なんかここの食べ物が全部腐ってるんじゃねえになってさ。でもね、ここがさ、なんかそういう感じにさ、全部氷になってさ、ここがね。で、水もめちゃドド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 ドになってさ、ここは氷、ここは氷、ここは水でさ、ここ水やばいよ、ここは水でさ、めっちゃやばかったのだよ、そういう感じでさ。だよ、この氷のせいでちゃんと閉めないのだよ。で、ここだよ、ここだよ、床に座ってここでまた、なんで我が輩にいつもそんなことがあるんだって、床をパンパンパンしてる。でもね、これをなんとかしないとね、永遠に天気台やばこになるんだよ。でさ、姉さん、ポークにさ、姉さん、ポークね、ポークでここ、ポンポンポン、ポンポンポンしてる。その感じのセミがさ、その感じ
翼がでかくてさ、鳥みたいなセミがさ、ここにドーンしてさ、セミの顔も見たよ。セミの顔ドン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 よ。セミの顔も見たよ。でさ、見てよ、ここにさ、びっくりしてさ、うわーってしたよ。これで、世界終わっちゃったかなってちょっとビビった。お前ら大丈夫？いっぱい叫ぶちゃってさ。でも、まだの。でかいかどうかわかんないけどね、これめっちゃでかかった。我が輩みたいにでかかったよ。でも、ほんとにびっくりしてさ。ほんとにびっくりしてよ。ダメだね、たぶん。返事ながら窓閉めてよ。こっちはやめろになってよ。他の場所は順番来てよ。換気してたよ。じゃあ小さいんだ。違う。これがお前ら。で、これが我が輩。でっかいぞ。このセミの時期あとでね。ちょっとね。これ、冷蔵庫の中にあった。これは入る。冷蔵庫の中にあった。何よ。鶏肉。鶏の胸や。肉。を。これサラダと一緒に食べようとしてさ、これを、電子レンジに調理してよ。食べたんだけどね、なんかさ、何がね、ちょっとね、酸っぱかった。ね？何がさ、ちょっと酸っぱかってさ、え？これさ、もともとそういう味出たのになってさ、うん、なんか酸っぱいなって、なんか三口とかに、ね、食べてる、うん、やっぱり酸っぱいじゃんになってさ、鶏肉だけ食べたのにね、酸っぱかったで、え、これもしかしてよ、腐ったのになってる。これもしてたよ。で、ここで本当にさ、本当に怒ってさ、うわーになってピーチャを食べたよ。ピーチャを注文して食べたのだよ。だから我が輩はピーチャを食べた。